区内省は1947年まで日本に存在した官庁名。古代におけるものと近代におけるものがあり、近代のものが1949年以降の現在の区内省の前身となる。平城宮推定区内省あと古代の区内省は、律令制で規定された八省の一つ。和名は宮内の司。大上官の右弁官局の悲観で、 はじめ一食四両十三子、後等配合されて一食五両五子の監司を所管し、宮廷の修繕や食事、掃除、医療などの職務一切を務め、天皇の財産を管理した。職員は、教以下の四等官その他がいる。長官である、宮内教は、生四位した総統であるが、十三味以上の区業が任命されることも多かった。大輔以下の職員厚生以下の通り中、 大輔、小遊には後に玄関も設置された。近代の宮内省は1869年の大乗官制により大法令の制に順じて設置された。この際に改正されたカに総統票よると、宮内教は肖像くらい、宮内大輔は13位、宮内小遊は正4位とされた。 1877年8月29日から1879年10月13日までの間、侍補が置かれていた。1885年に大上官が廃止され内閣が設置されると、皇室が内閣総理大臣に制約されないようにするため、内閣から独立、長官として、宮内大臣が置かれ、最後の宮内卿伊藤博文が、 初代総理大臣と兼職した。1889年、第日本帝国憲法発布とともに、皇室転半が制定されると、宮内省は皇室自立の原則に従って、独立官庁として次第に拡充。1908年には宮内省官制が施行された。日本の降伏による第二次世界大戦終戦時には、 大臣官房と二職八両二局の内局と多くの外局に六千人を超える職員を抱え、天皇及び皇族、朝鮮王皇族の日常生活、教育、財産管理など、あらゆる側面を支える官庁へと拡大していたが、戦後、連合国軍占領下で連合国軍、最高司令官総司令部の要求により縮小され、職員は千五百人まで削減された。これに伴い、 大部分の業務は他部局に移管された。例えば皇室財産の大部分を占めた五両林は国有林となり林野町の管轄となり、あるいは区内省管轄であった学習院は私立学校となった。1947年、日本国憲法の施行とともに内閣総理大臣所管の機関として区内府に改められ、さらに1949年に総理府の設置に、 伴って、その管轄下の外局となり、区内庁に改められた。2001年の中央省庁再編に伴い、法的な位置づけが、総理府の外局から内閣府に置かれる機関となった。伊藤博六部未成八八五年十二月二十二日、白爵、長州罰、首相兼任。 七方久本、1887年9月16日、死者区、土佐閥、農商務大臣、高中光明、1898年2月子、今季死者区、土佐閥、陸軍少将、警視総監、岩倉と申され1909年6月16日、公尺、学習委員委員長、数密顧問官、渡辺地明、1910年4、 4月1日、死者内務官僚、内務次官、畑野隆史、1914年、4月9日、死者司法官僚、司法大臣、中村雄次郎1920年6月18日、男爵、陸軍中将、陸軍次官、満鉄総裁、牧野信は1921年2月19日、死者外交官、外務大臣、 数密顧問館、市木木九1925年3月30日、東京帝国大学法学部教授、文部大臣、湯桜平1933年2月14日、土砂愛務官僚、兵士総監、内務次官、朝鮮総督府政務総監、松大辰ネ九1936年3月6日、開交官、中英大使、合津松平家出身、 石渡総太郎1945年6月4日、大蔵官僚、大蔵大臣、松平慶民1946年1月16日、死者区、ヘッジ前松平家、出身幹部内部部局内部部局としては、通常の官画とは異なり、職、領といった、律令制度化の部局名を承継したものが用いられた。蝶の名称は、各部局により異なり、 自住職は自住長、式部職は式部長官、捜査と資料は総裁、総務局、経営局は局長、その他の寮は等であった。外局、ありがとうございます。